Hey, what's going on, everyone? June here with Papa 英会話。今日は太るを英語でどのように表現するのかについて説明したいと思います。太るというと、パッと fat という単語が思い浮かぶかと思いますが、fat はどちらかというと、かなり否定的な意味を持つ表現になりますので、日常会話では特に人に対して使うのは気をつけないといけません。今日の動画では、fat 以外で使える表現をご紹介していきたいと思います。Are you guys ready?Let's get started. Fat 以外の表現を紹介する前に、まずは fat この単語が実際どういう意味を持つのかについて説明してみます。確かに fat は太っていることを表すのですが、どちらかというと日本語のデブに相当する言い方になります。なのでかなり否定的でネガティブな意味合いを持ち、まあ自分に対して冗談っぽく I'm getting fat というのは問題ないのですが、例えばアメリカから戻ってきた友達に対して Hey June, welcome back! Did you get fat? What? What did you say? というのはかなり失礼で相手を怒らせてしまうかもしれないので、こういった状況では fat を使うのは避けた方がいいでしょう。日常会話ではビュッフェやバイキングに行って食べ過ぎたり、一日中家にいてポテトチップスやお菓子などスナックをいっぱい食べたような時に I feel so fat のように表現することがあります。ここでは実際に食べ過ぎて体重が増えたことを表しているのではなく、食べ過ぎて気持ち悪いとか食べ過ぎて太った感じがするのような意味合いとして使われます。ここもI feel so fat のように自分に対して使うのは OK ですが、 You feel so fat, he feels so fat のように人に対して使うのは不自然なので使い方には気をつけましょう。 I feel so fat, I ate a whole pizza to myself. I just laid on the couch and ate chips all day. I feel so fat. 次は fat のより丁寧な表現の仕方を紹介します。一つ目が chubby。チャビーはクマのプーさんのように丸くてふっくらしていることを表し、日本語のぽっちゃりしていることを意味します。特に子供や赤ちゃんに対して使われることが多く、丸ぽちゃの可愛いイメージがあります。例えば、友人の赤ちゃんのほっぺがぽっちゃりしていて可愛いと言いたいときに、Your baby's cheeks are so chubby, they're so cute!チャビーは子供や赤ちゃんに限らず、大人に対して使うこともできます。例えば、私はぽっちゃりした女性がタイプですと言いたいときは、I like girls that are chubby. 彼はぽっちゃりしていて可愛いです。He is chubby and cute という具合に、大人に対しても基本マイナスなイメージはありません。Oh, look at his arms. They're so chubby. They look like bread rolls. I used to be pretty chubby when I was a kid.日常会話では、チャビの代わりに、パジーという単語が使われることがあります。パジーもぽっちゃりしていることを意味するのですが、感覚的には、パジーは身長が低くてぽっちゃりしていることを意味するように思います。なので、赤ん坊や子供に対してパジーを使うのは全然問題なく、可愛らしい丸々した感じのイメージになります。ただ、大人に対してパジーを使うと、やはり身長が低いっていうのが感覚的にあるので、まあ状況によっては、he or she is pudgy っていうのはマイナスに解釈されることがあるので、私は個人的にパジーよりもチャビーを使った方が無難かと思います。次は、体が大きい人、体格ががっちりしている人を表す表現をいくつか紹介します。まず一つ目が、ストーキーというと、体格ががっちりしていて強く体つきがいい人を表す表現です。イメージとしては身長はそこまで高くないけれど、体ががっちりしていて筋肉質を持っている人を表します。使い方はとても簡単で、 He is stocky とか She is stocky のように使い、まあポイントは身長はそこまで高くないというところです。アメリカ人の有名人で言うと、ケヴィン・ハートというコメディアン知っていますかね？身長157センチぐらいしかない、ものすごく有名なコメディアンなのですが、彼、がたいがものすごくいいんですね。ストーキーというよりもかなりマッスル、マッチョなね、感じの人で、ただ、シャツとかを着ていると結構ね、ストーキーな感じがするので、まあ私のイメージからすると、
Kevin Hart is a stocky guy というふうに言います。もう一つ、Big Boned という表現があります。Big Boned は直訳すると骨が大きいことになり、まあ要するに体の骨格が自然と大きいことを表す表現です。He is big boned とか She is big boned って言うと実際にその人の骨は他の人の骨と比べて大きいと言っているのではなく、まあ体が大きく見えること、太って大きく見えるのではなく、彼彼女の骨が大きいから体が大きいんですよという体の大きさを表すより親切な言い方として使われるのが big boned になります。 Wow!That baseball player is fat. Is he really a professional athlete? He's not fat. He's just big boned. He's actually really fast and athletic. Big boned は身長の高さや低さ関係なく使われますが、まあ個人的な経験、ね、感覚から言うと、big boned はどちらかというと身長がより高い人に対して使われることが多いように感じ、太ってはいないけれどムキムキでもない、単に体が大きい、体つきがいい人に対して big boned が使われ、まあどちらかというとポジティブな意味合いとして使われます。 My buddy Tony is a really stocky dude and he's really athletic too. Everyone in my family is big boned. I think it runs in the family. 最後に太ったことを表す表現を紹介します。私太りました、を I got fat。 彼太った、 Did he get fat のように get fat を使って表現することもできますが、最初にも言いましたように fat はかなり否定的でマイナスな意味合いを持つため、 fat の代わりに日常会話では put on weight という表現が使われます。 put on weight は体重が増えることを意味し、運動不足や食べ過ぎで太ったり、もしくは筋トレを始めて筋肉がついて体重が増えるようなポジティブとネガティブ両方の状況で使われます。例えば連休中に太りましたと言いたい場合は I put on weight during the holidays。 私は筋トレを始めて体重が増えました。 I've been lifting and putting on weight という具合に使います。 Don't you think Jack put on a little weight? Yeah, he looks a little chubby these days.ちょっと太るは put on some weight もしくは put on a little weight のように表現し、例えば数キロ太るは put on a few kilograms もしくはアメリカの場合は put on a few pounds のように表現します。例えば3キロ体重が増えました、 I put on 3 kilograms。 今月5キロ太りました、 I put on 5 kilograms this month のようにput on 何々 kilograms を使って具体的にどれぐらい体重が増えたかを表すこともできます。 put on weight の代わりに gain weight を使うこともでき、意味は両方ともほぼ同じですが put on weight の方がより口語的な響きがあります。 Awesome job today guys。 今日は fat 以外に使える表現をいくつかご紹介しました。 chubby、pudgy、stocky、Big boned, put on weight などいろいろな表現がありますが、まあ中でも一番可愛らしい、ぽっちゃりしている意味として使われるのが chubby になります。アメリカでは体重についての会話、このトピックってかなりセンシティブで、まあ実を言うとあまり日常会話の中で人の体重の話をするっていうのはなかなか出てこないんですよね。まあ私も日本に住んでいた時に、特に海外旅行に行って戻ってきた時に、あれジューン、なんかちょっと太ったんじゃないっていうふうに言われることが、まあ何回かあったのですが、まあ僕はね、多分実際にちょっと体重が増えたのもあったので、そこまで気にすることはなかったのですが、やっぱアメリカではなかなか誰かに対して太ったとか太ったんじゃないっていう習慣がないので、まあ仮に英語でより優しい丁寧な言い回しがあったとしても、こういうことについて触れるっていうのは普段の会話ではあまりありません。なのでまあ私のおすすめとしては、まあもちろん赤ちゃんとか子供とか可愛らしい、そのぽっちゃりを意味することとしてチャビーとかパジーを使うのは全然問題ないのですが、まあやはり大人に対して
あの体重が増えたねとかっていうような会話は多分できるだけ避けた方がいいかなというふうに思います。また今日のね動画でもお話ししましたが、自分自身がね体重がちょっと太ったな、最近ちょっと太ったなっていうのを表すときは、I feel like I'm getting fat these days とか I feel like I'm gaining weight とかっていうのは全然問題ありません。まあここのポイントは、人に対して体重の話をするのはアメリカではかなり気をつけないといけないセンシティブなトピックになりますので、まあ、ここは皆さん気をつけるようにしてください。Thank you guys for watching. You guys have an awesome day. Now catch you guys again next time. Take it easy guys. Peace.